クロービス危険録。はい、はじめまして、フォースタートアップスの代表の清水と申します。本日はご参集いただきましてありがとうございます。本日のお題は、スタートアップで働くトップヘッドハンターが考える魅力的なキャリアとはということを私の方からお話をさせてください。まず自己紹介をさせていただきます。フォースタートアップス代表の清水です。私は福岡の出身です。で、中高のクラスメイトに堀江貴文や孫泰蔵などがおります。最初のキャリアはインテリジェンス、今のパーソルで転職サイトデューダを立ち上げてまいりました。その後2012年、ウィルグループという今、東証の、プライムに上場しております HR 会社に移りまして、そこで、スタートアップ向けの人材紹介のビジネスを立ち上げました。そこで初めて、ヘッドハンター業務に、携わっていくんですが、ビズリーチ主催のヘッドハンターオブザイヤーで2年連続日本ナンバーワンを取りまして、国内唯一の殿堂入りしたヘッドハンターとして認定をされました。その後2016年に、自分が立ち上げた事業を法人化をし、 MBO し、 IPO し、そして今に至るということですので、おそらく本日、お話を聞いておられる方の中には、新たにイントレプレーナーとして、お会社の中でですね、新規事業を作られている方もおられると思うんですが、私はアントレプレーナーではなく、まあ、いわゆる究極のイントレプレーナーだと思います。上場会社の中で新規事業を作り、で、分社化し、MBO し、IPO していく。これを実現した一人の人間でございますので、後ほどもそのようなお話もできればと思っております。ここで少し私が経営している会社のご紹介をさせてください。フォースタートアップス株式会社、設立は2016年の9月です。ですので、ちょうど7年、会社を作って、時間が経ちました。で、所在地は今、六本木一丁目に本社を構えています。で、これは理由があります。六本木一丁目に、日本ベンチャーキャピタル協会、並びに日本を代表するベンチャーキャピタル群が集っております。11月からは、隣にある麻布台ヒルズにですね、東京ベンチャーハブというところに70社のベンチャーキャピタルが集うという状況でございまして、ベンチャーキャピタルとの連携を図っている私たちは六本木一丁目に、オフィスを構えているというチームです。現在190名ぐらいのチーム。そして事業内容は成長産業支援。内容が人、オープンイノベーション、ベンチャーキャピタル。この3つの分野で、スタートアップを支える、そんなビジネスを展開しております。で、私たちはすでに上場済みの会社です。法人設立後3年半で上場。これは上場監査が2年になってからは、当時、過去2番目のスピードで上場を果たした会社でございます。経営陣の紹介です。一人、グロービスの卒業生が私たちの経営陣にいます。それは常田幸子さん。第17回のグロービスアルムナイアワードで創造部門で受賞された彼女が私たちの経営陣の一角です。で、本日お話をしていく上で、まず前提として皆さんに知っていただきたいことがあります。それは、私がなぜスタートアップ支援を本業としているのか、なりわいとしているのか。これには重要なポイントがあります。本日お話をしていくすべての前提条件となりますので、まず皆様にお伝えしていきたいというふうに思います。私は、このフォースタートアップスという事業、そして成長産業支援事業というものを立ち上げていくきっかけになったのは11年前。11年前に実は僕は窓際族のおじさんだったんです。で、そこで
なんで自分がこんな境遇になってしまったんだろうというふうに考えたときに、社会というものがどういう状況であるのかということをしっかり自分で踏まえて反省点にしようというふうに動いたんですけど、実は11年前に気がついたことがありました。それは、かつて豊かだった日本がすでに豊かな状況ではないんだってことに気がついたんです。で、こちらにあるように、こちらの図、日本が直面している社会課題、まあ、グロービスで学んでいらっしゃる方であれば、当たり前のようにご存知のことだと思います。まず一番左、世界競争力ランキング。1992年は、世界の中でナンバーワン、まさに世界を席巻していたのが日本でした。このナンバーワンの日本は、現在、世界の中での競争力ランキングは35位まで下がっています。たった30年でこれだけの競争力まで下がってしまった。私たちは、じゃあこのデータを見て、皆さんはどうお感じですか？そしてどう行動しますか？当時の私は行動してませんでした。その前に前提として、日本がこれだけランキングが低いということを知りませんでした。私はこれを知らない悪だというふうに言っています。知らないからこそ、その課題解決に努めてない自分がいる。そして現在、私たちはこの課題に向き合ってるんでしょうか。この課題の解決に自分の人生をかけようと皆さんされてるんでしょうか。そして真ん中の図、平均賃金です。かつて海外から日本に出稼ぎに来られるぐらい、日本は生活水準が高かった、賃金が高かった国家でありました。数年前に爆買いというメッセージがありましたが、この爆買いという象徴がかつては日本人でした。フランスやイタリアの路面店で、ブランド品を買い漁ったのは日本人。ニューヨークのビジネス街を歩いて、このビルちょうだいと言っていたのは日本人です。今やどうでしょうか？ OECD 加盟国の中で日本の平均賃金は26番目。先進国の中で最もビッグマックが安く食える国。これが日本というふうになりました。私たちは、こんな日本を誇れるんでしょうか？もしくは世界のどこかの国の生活水準を見て、自分、もしくは家族に最も幸せな地球、惑星で享受できる幸せな生活を提供していると胸を張って言えるんでしょうか？そして右、GDP のランキング。かつて2位だった日本は現在3位です。そして私たちが生きている間に、どうやら12位まで落ちていくようです。今のランキングで言うと12位は韓国ですか。日本はたくさんの国にこれから少子高齢化、生産性がそこまで高くない国家、いろんな課題がありながら、ここまで下がっていきます。おそらく本日お話を聞かれている方の半分ぐらいがご家族をお持ちなのかもしれません。お子さんをお持ちなのかもしれません。次世代にどんな時代を残していけるのか、私たちはその課題に向き合っていますか？ 11 年前の私は向き合っていませんでした。そして次の図です。世界時価総額ランキング。1989年、上位20社中7割が日本の会社で占められていました。上位50社で見ても6割の会社で占められていた。まさに世界を席巻していたのは日本です。では今どうか。世界の時価総額ランキング上位20社の中で見て日本の会社は下位。そして、100社で見て、
大体1社か2社しか日本の会社は含まれません。世界をリードしない会社で構成されている日本が強い国家であるわけではありません。さらに詳細を見ていけば、常に新産業が既存産業をアップデートし、時価総額上位にどんどん組み込まれていきます。世界のリーダーは起業します。自らのミッション、ビジョン、バリューを言霊として語り、人を集わせ、そこに社会課題、未来課題を解決するプロダクトやソリューションを作り、売上を上げ、利益を上げ、その一部が税金として納められ、社会システムの発展に貢献をし、成長の過程で上場でも果たせば、その資産を持って、なかなか前向きな人生を歩めない能力を持った人のために寄付がされたりする。そんな素晴らしい仕事が当たり前のように選択できるのが世界。日本はどうでしょう？自らが社会未来を変えるリーダーたる人材だと考えうる人は、日本では自らが社会や未来を変える会社を作ってるんでしょうか？生み出してるんでしょうか？ここが一つの僕は課題なんだと思っています。そして次にあるのは構造的賃上げ。岸田政権が言う構造的賃上げというものはどうやって行われていくのか。一つの事例としてアメリカを見てみましょう。アメリカにおいては大企業、既存産業と新興企業、スタートアップが人を争って取るウォーウォータレントの時代になっています。1980年から2010年までの平均で、スタートアップが年290万人の雇用を創出しています。これは国家全体の新規雇用の半分です。まさに争ってるんです。人を取れる会社が勝ちます。ですので、賃金を上げていきます。雇用を維持するために賃金を上げていきます。人を取れない会社は負けます。この社会構造を作れるかどうかは、いわゆる構造的賃上げの社会を作れるかどうかの一つのポイントなんだというふうに言われています。じゃあ、それだけ強い新興企業、スタートアップのマーケットを作るために、どれぐらいのマーケットが必要なのか。それが右の図です。2022年、日本の資金調達市場は10年で10倍になり、1兆円規模まで拡大してきました。アメリカは2022年のデータで26兆、21年のデータで見ると37兆。まさに日本の20倍、30倍の資金調達の市場の大きさをより凌駕したマーケットが存在します。その資金調達額によって生まれたユニコーンの企業の数は、日本に対してアメリカはまさに100倍。ここが数兆数十兆の企業価値になっていく種だとしたならば、未来永劫、日本は大きく差をつけられていく。これぐらい強大なスタートアップのエコシステムをどう形成するか。これは日本においてとても重要テーマなんです。そんな中、当然日本の官僚も指をくわえて待っているわけではありません。まさしく世界が向かっている方向性を遅ればせながら、この日本も進めようとしています。それがスタートアップ支援が国策となったということなんですが、左のポイント。2022年、岸田政権はスタートアップ創出元年を宣言をされました。その年末、スタートアップ育成5カ年計画なるものが発表されました。さらに、国家の成長戦略である骨太。ここに2022年も23年もスタートアップへの投資並びにスタートアップの推進というものが入ってまいりました。まさに日本経済の一丁目一番地に
スタートアップをどう取り込んでいくのか、組み込んでいくのか。これが国家の重要テーマになったというのが、2022年以降の動きであります。そして、経済産業省が発表した1枚のパワーポイント。とてもいいメッセージが記載されているというふうに思えています。私は。ですので、改めてこの場で読ませてください。スタートアップこそ、課題解決と経済成長を担うキープレイヤーである。我が国を代表する電機メーカーや自動車メーカー、これはソニーや日立やパナソニック、そしてトヨタやホンダなどを指すんでしょう。戦後直後に20代、30代の若者が創業したスタートアップとして、その歴史をスタートさせ、その後日本経済を牽引するグローバル企業となった。戦後課題がある中で、御旗を立てたリーダーがいて、自らのもとに集え、日本を必ず復興しようと。私たちの手で未来を必ずより良くするんだというリーダーが立って、そこに仲間が集っていったんです。そしてそんな会社は世界をリードしました。しかし、2023年現在、多様な挑戦者は生まれてきているものの、開業率やユニコーン企業の数は、米国や欧州に比べて低い水準で推移している。そこで戦後の創業期に次ぐ、第二の創業ブームを実現すべく、スタートアップの起業や、規模拡大、成長の加速、既存大企業によるオープンイノベーションの推進を通じて、日本にスタートアップを生み、育むエコシステムを創出するんだと。アジア最大のスタートアップのハブを作るんだ。ということを日本政府、中央官庁は発表しています。こういうメッセージが出される時代、東大の総長もそうです。東大は新たな起業家を生むことがテーマの教育機関なんだ。官僚を生み出すためだけではないんだと。いう発表をされてますけれども、私はまさしくそうだと思う。やはり、イノベーションや起業は未来を変えられる。人類にイノベーションを起こせる。地球を持続可能性のある惑星にできる。もしできないのであれば、太陽系までを生息圏にできる。それを実現する人たちがいる。それは私たちと同じ人たちなんですよ。後天的に得たもので未来を変えてる人なんです。一人でも多くのリーダーを生み出せる国家に私はしたいというふうに思っています。そしてスタートアップ関連の成長可能性。日本は資金調達、現在の1兆円をこの5年、もしくは最大でも10年ぐらいでしょう。その中で10倍にしよう。スタートアップの企業を10倍にしよう。それを実現するのは、スタートアップ育成5カ年計画3本の柱。人、お金、オープンイノベーション。これを組み合わせて、必ず新たなソニー、新たなトヨタ、そして今世界を君臨するアマゾンやグーグルを超えていくような企業体を、新たに日本から生もうじゃないかというのが現在の日本です。私個人、そしてフォースタートアップの代表として実現したいメッセージがこの1枚にまとまってます。そして今日皆様にお伝えしたいこともこの1枚にまとまってるんだと思っています。産官学民が連携した。民だけが活動するんじゃない。政治だけが動くんじゃない。みんなが協力して、強力なスタートアップを生み出すための支援を通じて、日本の国際競争力、そして日本で生きる人たちの高い志を取り戻して、次世代に可能性あふれる時代を継承するんだと。これが私たちの使命であり、今を生きる人たちの私は役回りなんじゃないかというふうに思っています。
そんな中で背中を押してくれる人たちがいました。ビジネスメディアでピボット、ぐんぐん伸びてる動画メディアがあります。その佐々木さんが2022年に、清水さん、スタートアップというマーケットで生きる人たちに送るメッセージを書きましょうということで、スタートアップ転職ガイド2022というものをピボットでご一緒させていただいて作らせていただきました。それが人気コンテンツとなっていたものを、ディスカバリー21様に見ていただいて、今回出版につながりました。それがスタートアップで働く。私の初めての書となります。まあ、盟友である孫泰蔵君からも、現代のビジネス環境において急成長するスタートアップ企業で働くことの意味と価値について深く考察した一冊であるというメッセージをいただいています。本日は、この書に記載をしたもの、そして記載してないもののメッセージも含めて、皆様とスタートアップで働くということはどういうことであるのか。まあ、このあたりを拓跋さんと共にお話をしてまいりたいと思い、本日お時間をいただいた次第であります。ここからは、なぜ今スタートアップなのか。スタートアップで働くというこの書の、各、テーマをいくつかピックアップして、このあたりを拓保さんと共に、対談しながらお話ししてまいりたいというふうに考えております。はい。拓保さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。清水さん、ありがとうございました。想定を上回る声のボリュームと熱さと、熱いメッセージをありがとうございました。すみません。よくIR でも、清水さんの動画は音量を下げて録音してくださいって言われています。すみません。声が割れますみたいなね。はい。ありがとうございます。で、今日はですね、いや、清水さんに来ていただいたのは、まさに、私自身がいつも思っていることを解決していただきたいなと思って、来ていただきました。で、私自身が思っていることの一つはですね、世の中って、例えば起業家に関する本、起業家が書いた本みたいなことっていうのは、もう溢れ返ってると思うんですよね。最近で言えば、イーロン・マスクの、まあ、関連の本の上下。私も読みましたけど、まあ、さすがに一人の人間の人生とは思えないぐらい、すごいな、これはっていう感じでしたし、読んでて面白い。でも、ああいう本っていくら読んでても、なんか普通の我々からするとですね、少なくても私からすると、なんかフィクションだったり映画だったりの世界に見えてしまって、なんかとてもとても自分ごとに引き寄せられる感じがしない。で、一方で、どこを探しても、スタートアップにジョインした人がどうなのかとか、ジョインした後どういうふうに変わっていくのかとか、なんかどんな人生がそこに待ち受けてるのかみたいなことっていうのは、なんかあんまり表に出てこないというか、語られ得ないみたいなところがあって。で、そこに清水さんがもう本当に、こう、ヘッドハンティングの授業というか、まあ個人としてやられている状況の中から、まあ、まさにそこを支援するための会社を作られて、ものすごい数の、こう、方をですね、スタートアップに送り込んで、そして、本当に毎日のようにその方々がどうなっていったのかってことを目の当たりにする中でできたのがこの本だと思うんですけども、まあそんなことをまあ書いてくださった清水さんに、実際にスタートアップで働くってことはどういうことなんだろうねと。で、これもまた多分ですね、個別の企業の起業家が語るとですね、まあこれはこれで、うちは最高だぜって話に、やっぱ当然なるので、本当に客観的にね、いろんなことをご存知の清水さんに今日は思う存分を語っていただきたいなと思っておりますという感じです。で、本を読んでくださった方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、本を読んでくださってるということもありつつ、やっぱり書いたご本人がですね、生声でお話しいただくっていうのはまた伝わるニュアンスとも違うと思うので、清水さんが作ってくださったこのスライドに従ってですね、問いを投げかけていきたいなというふうに思っていますということなんですけども、なんか一般的にスタートアップってなんか01でやりがいはあるんだけど、どうもお給料面心配だよねとか、なんかこうボーナスとか出ないんじゃないのとか、福利厚生なんかちょっと弱いんじゃないのとか、
なんかトータルとすると、ちょっとこう、やっぱりエコノミクス合わないんじゃない？だからちょっとこう、ためらってしまうとか。もしくは、リアルに、やっぱりご家族の反対にあって、転職がなかなか進まないみたいなことっていうのもあると思うんですけども、この辺、リアルは何なのか。ぜひ、まずそこら辺から教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね。私たちは、すべての常識は、過去の情報に基づくことが僕は多いと思っているんです。で、これ、直近日経新聞などでも、情報が出てきていますけれども、例えば日経新聞でスタートアップの、情報をまとめていくと、上位200社ぐらい、は少なくとも上場会社の平均年収を超えてきているというデータが出てきています。で、私はスタートアップという定義は当然とても広く広大なものだというふうに思っていますが、その中で選択するものはキャリアって一つですと。本業であれば、ね、社員として働く、正社員として働くのであれば一つを選択します。その一つを選択すればいいので、それはやりがいと経済合理性を明確に両立できるものを選択をしていけばいいんだと僕は思うんですよね。ですので、スタートアップ全体を捉えると、確かにまだ勝ててない会社、まだ成長しきれてない会社も存在しますが、明確に成長が約束されたような会社も当然あります。ですので、その一至極の一社、珠玉の一社をどう選択をしていくのかで、自分の人生、スタートアップの人生は明確に変わっていくんだというふうに思っています。なるほど。そうすると、じゃあ次にみんなが聞きたいのは、それどうやって選べばいいですかっていうことだと思うんですよね。で、もう、まあ、スタートアップと呼ぶには、もう相当大きくなられていて、誰もが知っているような会社さんもあるじゃないですか。で、まあ、そこはいいよねっていうのは、まあ、これはもう見てればわかりますって話だと思うんですけども、もうもはや、スタートアップはもうご卒業になられてるようなね。まあそういう位置づけのところもまあどんどん増えていくと思うんですけども、まあ、まさに本当にリアルスタートアップで01に近いところからやってみたいんだよねみたいなことを思った場合にどうやって見極めたらいいんですかね。私は一番簡単な方法だけまずお伝えします。一番簡単な方法は、グロービスキャピタルパートナーズの投資先。まあ、こそれれはね、ね、本にグ書いロてーくビださってス。たんで。いや、でも、ほぼニアリーイコールなんだと思っています。要は、その日本を代表するベンチャーキャピタルの皆様が、当然、予実や内部統制や成長戦略、様々なものを見られて、いわゆる上場確率なのか、バリエーションなのか、何かの理由で、人様からお預かりをしたお金を投資をされるわけですから。まあそこに見立て力というものが存在するんだと思っています。で、フォーブスでもよく出てくるんですけども、日本のベンチャーキャピタリストの投資運用ランキングが1年に1回開示をされます。その上位に入ってくるようなベンチャーキャピタリストの皆様の顔ぶれ。すべての方がデータを開示しているので、すべてのデータではないですけど、でも7、8割方。大体こういう方々が運用実績が高いんだって顔ぶれが出てきます。で、そのお顔ぶれの、通年でこう見ていくと、経年で見ていきますと、大体何回か出てくる人が出てくるんですよ。そういう方は当然ながら、見立て力、そしてその後のコーチング、メンタリング力が高く、結果的に、素晴らしい上場会社としてデビューさせていく。なんかそんな実績の割のある方が名が連なっているわけです。で、さらに言えば、有力なスタートアップ。まあそれは経営者が素晴らしいのか、事業ドメインが素晴らしいのか、そして経営チームが素晴らしいのか、何かの理由があると思うんですが、じゃあそういう会社が100億円調達したいとおっしゃられるときに、当然すべてのベンチャーキャピタルの皆様が集ってくるわけですよ。で、その中で誰からのお金を
選ぶのか。これは、スタートアップ側に選ぶ権利があるというか、うん、選べる。誰のコーチングを選ぶのか、選べる。ですので、実は有力なスタートアップと有力なベンチャーキャピタルは結びつきやすいんですよね。うん、この構造を理解した上で、じゃあ有力なベンチャーキャピタルのホームページに行って、どんなチームに出資しているのか、ぜひ見てってください。うん。これは一番簡単な方法だと私は思います。なるほど。なるほど。なるほど。はい。ありがとうございます。まあ、プレイ IPO のスタートアップ、まあ、誰が、どういうお金をお預かりして、まあ、何を見ながらっていうところまでは分からなかったとしても、まあ、どこに投資してるかはすぐ分かるよね、と。分かります。うん。で、そこは、きっといいに違いない、もしくはいい可能性は高いよねっていう、まあ非常にわかりやすい話ですよね。うん、ありがとうございます。まあそれの延長線上みたいなことなのかもしれませんけども、まあそのスタートアップっていうものを考えたときに、どうしてもなんか日本人って、まあ学校を出て少なくても今までの概念だと、まあいわゆる東京であれば大手町とか丸の内とかにあるような、こう、大企業って言われるところですかね。今であれば、まあ、プライムの上場企業で、数千億とか1兆とかっていう売り上げがあります、みたいな、まあ、そういう会社に入るのが、まあ、なんとなくこう、一番上で、みたいな。上っていうかな、なんかこう、みんなが行きたがるキャリアで。で、まあ、なんかこう、スタートアップってちょっと変わった人が行くみたいなのが、まあ、少なくても、まあ、過去10年前、15年ぐらい前までは、そんな感じだったのかもしれませんよね。で、それが、まあ、清水さんの本の中で言うと、次のページの頭にあることかもしれませんけども、まあ、その逆三角形になっちゃってるよね、みたいな。なんかそんな論調もあると思うんですけども、その日本のスタートアップに対する見方というものと、まあ、海外での、まあ、スタートアップに対する見方みたいなところっていうのは、働く場所として、どんな風に違うのかっていうあたり、なんかぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、ここはいかがですかね。もし私たちの今社会に、社会がもし荒廃してたとします。その時に、どういう行動が起きるか。さっきの戦後っていう話があったと思うんですけど、多分リーダーが御旗を立てるんですよ。私のもとに集いなさいと。労働対価に給料もしくはご飯一緒に食べようと。それだけでなく、路頭に迷うな。私たちがこの社会システムを復興させていくんだよって。私たち自身が未来を作るんだ。だから一緒に社会良くしよう、未来良くしようってリーダーが言い始めるんですよ。うん、そこに人が集うんですよ。いや、僕は純粋に経済が成立してない場合、リーダーはそういう選択をするんだと思うんです。うん、今、高校、大学、社会に出て、リーダーだよねって、エリートだよねって言われる人は、その選択を本当にしてるんでしょうか？自らが長となって、課題の解決ができるはずなのに、自らが長となってない可能性がある。うん、僕は当たり前のように、リーダーたる人間、これは何らかで長となれるはずだと思う。長を目指さなければいけない。少なからずとも、経営陣として、未来を共に作る。その役割には立っていただきたい。と思っています。うん、としたならば、純粋に、何にも制約がなく、考えれば、自らが長となって、スタートアップ作りますよ。うん、だから世界は、起業家が生まれるんです。いろんな制限がなく、自由にイノベーションを起こせる。
さらにそこには株式報酬も連動している。世界のトップティアのスタートアップ群からメガベンチャーになっていた起業家の個人資産は今や数十兆円です。だやりがいと経済合理性の両立という部分の経済合理性は給与ではないんです。株式報酬なんですよ。ですので、エリートが目指すキャリア、リーダーが目指すキャリアは起業家です。日本ではそういう教育が学校教育、親の教育、もっと言えばグロービスの教育、ここで行われているんだろうか。僕はすごい重要テーマなんだと、これは思っています。まあ、それが、日本は逆三角形になってしまっていて、そういう能力だったり、そういうことができそうな人が、逆三角形の、なんかこっち側に最初に行ってしまうみたいな、なんかそういう状況になってる。そうですね。僕はかつてソニーやトヨタを作った人たち、そして日本の、今の日本を牽引する大企業を作った人たち、そこに働いた人たち、この人たちのメッセージが、違うメッセージが伝わっていればまた変わったんだと思うんです。どういうメッセージかっていうと、私たちは時代を作ったんだと。その時の国を作ったんだと。だから、次の世代にお願いしたいのは、私たちと同じように挑戦してくれと。新しい新産業、新基軸の産業を作ってほしいんだと伝えてればよかったんです。間違えました。私たちのように大きな会社で安定的に働きなさいって言ったんです。企業やプロダクトには旬がある。ライフサイクルがある。それは世界が証明している。GE や GM が世界のトップだったら、未だに日本も大企業に勤め、大企業でイノベーションを起こせばいい。でもグローバル見たらもう明白ですよ。新たに作る企業やプロダクトが既存産業を凌駕していくんです。その凌駕している社会構造をどう作れるかは、私たち、そして次世代にとって、とても重要なポイントにつながるんだというふうに思ってるんです。そして、今の話の延長線上で言うと、冒頭のプレゼンテーションにもあった、今この国の競争力が落ちてきている、残念ながら、という、その国という観点から見ても、やっぱりそのスタートアップというものを作っていくことが、極めて重要なことなんであるというのが、この清水さんの本の一つの大きなメッセージということになるのかなというふうに思うんですけども、その辺のその国ということから考えたときに、なぜここにスタートアップを作っていく意味があるのか、意義があるのか、そんなところをちょっと語っていただきつつですね、ご質問の方に、平たく言うと、なんで普通の会社員のサラリーマンだった清水さんが、そんな大きなことをやろうっていうモチベーションに駆り立てられているのか、どうしてそういう課題認識を持つことができたのか、みたいなところが、すごく興味があるというお声があるんですけども、ちょっとその辺絡めてお話をいただけたらありがたいなと思います。そうですね。やっぱ11年ぐらい前までは、私は、やっぱり何をしていたかというと、転職サイトリューダーを生み出し、で、そこでの重要顧客となると、外資 IT や大企業なんですよね。それはなぜならば、そこに大きな雇用が創出され、予算が存在し、そこに営業を仕掛ければ、自分たちの事業が成長するからなんです。でも、日本の当たり前の論理理論からすれば、それは当たり前の経済活動なわけですよね。でも、私は、11年前に気がついたのは、そう、日本が豊かだと思っていて、その日本の未来を、の課題解決をするとかではなく、前提が素敵な社会だから、
競争力のある社会だから、今の自分の経済活動が正しいんだと思って生きてきたけれども、どうやら日本の未来は競争力がなくなり、少子高齢化により労働力が下がり、でも生産性も低いから、日本の未来はどん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 暗くなるんだなとか。そして、日本人っていい生活水準に生きてて、自分は世界の中でもまあまあだと思っていたら、どうやら日本人のエリートだと言われている給与水準は、海外だと新卒初任給なんだと。もちろん物価の違いもあるんで、その可処分所得の話で言えば、そことまた、見解は変わってきますが、ただしながら、もっと競争力のある産業を日本が作れていたならば、もっと大きな外貨を獲得できていく、システムを作れていたのであれば、もっと享受できた今、そして未来があったんじゃないか。でも、その課題に向き合っているかって言ったら、自分は向き合ってなかった。で、私は友人である JTC と呼ばれる人たちに聞いてみた。君のもらってる給与は世界の中だと低いんだけど、知ってる？私たちの未来は暗いんだけど、知ってる？って聞いたら、正しく、いや、知ってるよ。それに対して課題解決しようと思って、俺は生きてるよっていうメッセージを出してくれた人はほとんどいなかった。で、僕、この状況を見て、本当にやばいと思ったんですよね。当時、僕は窓際族です。でも、その窓際族のおじさんでも、これは人生の後半戦で、自らが生きてる理由を取り戻すためにも、この課題に向き合って生きようとしないと、自分が知ったからには、課題解決しなきゃいけないよね、と。知らなければ向き合わなくてもいいんですよ。だって知らないんです。でも知っちゃったからには、僕は多分人が生きるっていうことは、自分のために生きる、家族のために生きるだけじゃなくて、そもそも社会のため、社会を良くするために生きてないと、自分も幸せにならないし、家族も幸せにならないんですよ。だからエリートが社会課題の課題解決、未来課題の課題解決に向けて生きてないとしたならば、僕はそれは間違いだと思う。で、さらに私たちは生きるっていうことって、何のために生を受けたのか、そして何を果たすために今生きているのか、そして何を残すのかって、とても崇高なテーマだけど、これは自由にデザインできるんですよ。で、この自由なデザインっていうのは何に基づくかっていうと、きっとインプットです。だグロービス経営大学院で学ぶ人たちっていう、いう人たちは、やっぱ学びの力があるからこそ、私たちはどんな視野、視座、視点を持って、その人生を歩んでいくのか。これを、まあ見つけに行っている人生を歩んでるんだと思うんですよね。だとしたならば見つけてほしいんですよ。私たちにはチャンスと可能性に溢れてる。どんな自分にもなれる。さっきザッカーバーグの本を読んで、あれはフィクションかもしれないとかね。普通に考えてしまうけれども、同じ人ですよ。もちろん先天的な違いが後天的な人生に違いを生むんだって教育もある。研究もある。ただ、先天的なものが同じなんだったら、すべてはその後のインプット。環境、経験、情報に基づいて、どんな世界、社会の物差しを作り、その中でプロットしたときに、自分がちっぽけだと思うのか、余白をチャンスと可能性だと思って、そこでモチベーション高く、高回転でアウトプット出していくのか、これによってザッカーバーグやイーロンマスクや、もう今や、イーロンマスクでさえ序章で、アルトマンまで出てきて、人は何にでもなれるんですよね。それを体現している人たちがいっぱいいる。そして慣れてないとしたならば、私たちが日常的に怠惰なんですよね。なんかそういうことを認識したときに、じゃあ少なくとも私たちが生きているこの日本を少しでも良くしようじゃないか。自分の残していく、もし子供がいたら、子供が立つ確率が8、9割日本なんだったら、この日本の未来をどうしていこうっていうのも親の役回り、先輩の役回りですよ。
そこに自分の力をかけようとしない生き方をするんだったら、子供に不幸せになんなさいって言ってることと、ほぼ僕は同義なんじゃないかと思っていて、それを変えられる人が、僕は水は上から下にしか流れないと思ってるから、影響力のあるリーダーたる人たちが、一人でも多くその生き方をしたときに、課題解決をしたときに、きっと良くなると思ってるんですよね。だから僕はここに国という視点があり、そして人が選択できるとっても素敵な行動の一つが挑戦だと思っていて、その挑戦のビジネスにおける表現の仕方が一つはスタートアップだと思ってるんですよ。最初にもお話しました。自らの言霊でミッション、ビジョン、バリューを策定して、それを話す様、そこに仲間が集うんですよ。自分が仕事できなくても、そこに自分と違う能力、そのミッション、ビジョン、バリューを達成するための仲間が集うんですよ。集って、その仲間と共に必死にプロダクトやソリューションを生み出すんですよ。生み出そうというその様を見て、投資家が出資するんですよ。共に未来を作ろうって言って。それが成長していけば、一つの上場会社になり、そして世界を代表する会社になっていき、雇用を創出し、税金も納め、社会システムになっていくんです。こんな素晴らしいキャリアの選択が他にありますか？ないと思う。だったら、一人でも多く挑戦してほしいし、それを支えるエコシステム側に、一人でも多く回ってほしい。私が挑戦しているのは、そのエコシステムの中で最大のプレイヤーです。インフラになるぐらいのチームが作られないと、未来が変わらないと思ってるから、僕はこのために生きようと思う。そう、窓際族のおじさんでも気づけば、そういう選択をするんですよ。と僕は思ってます。知らないことの罪を感じて知ったからにはその責務を果たす。ありがとうございます。どんどん時間がなくなってってるんですけど、私からの質問は、次にしよう、で、最後にしようかなと思うんですが、僕、清水さんに教えていただいた記事でね、アメリカの特に、まあ、ディープテック周りなんかは特に、その起業家の平均年齢って実は40超えてんだよねっていう統計があると。で、なんかともすると日本ってなんかそのスタートアップっていうと西海岸の話ばっかりしてて、で、こう、なんていうのかな、若い人たちのものであるみたいなイメージがまあなきにしもあらず。でも実際に清水さんご自身も起業したのは40半ば。で、本当にあっという間に IPO されて今のこのフォースタートアップスがあるみたいな。で、例えば、私も、そのスタートアップの社外取締役とかやらせていただいていると、ものすごい経験があって、ちゃんとお任せできる B2B の営業をやってくださるミドルとかって、もう喉から手が出るほど欲しかったりとかするわけですよね。だから別にスタートアップって、なんか若い人たちだけのものでは決してないし、いろんな方がいろんなところで働けるっていうことがあるはずなのに、なんかみんな、こう、もう30代後半だからとか40になったからスタートアップなんて関係ないみたいなモードになってる人って結構いるんじゃないかなと思っていて、なんかそのあたり、なんかそのスタートアップに向く、自分が向いてるのか向いてないのかみたいな判断軸みたいなことっていうのもよくわからないままに時間だけが経ってっちゃってみたいな。なんかそんなこともあろうかと思うんですけども、なんかそんなふうに思ってる方々への何か清水さんからのメッセージがあればぜひお願いしたいなと思うんですけど。わかりました。多分、お伝えすべきことは3つあるんだと思うんですよね。1つ目は、世界で成功する起業家の平均創業年齢は45歳なんですよ。これは創業5年の成長率がトップ0.1%に入る、創業された方々の、創業時、年齢はいくつですかっていうリサーチのデータです。で、このデータを見ていくと、40代、50代は成功確率が高くて、で、もっと言うと、20代の
から創業した人、そして60代から創業した人の結果的な成功した数って言うほど変わらないんですよ。20代と60代で。ということは、起業家というものは、一つはその再現性を持ってから、勝ち筋を持ってから勝負するもの。もう一つは、多分人生のカウントダウンで、あと自分がピンピンで生きられる。ピンピンで社会課題、未来課題を解決できる。あと何年だろうって数えたときに、今しかないと思ってやること。なんだと思うんですよね。なんで、そう考えると、私たちの挑戦っていうのは、なんか日本人のイメージだと、スタートアップって20代でやるもんだって言ってますけど、違うんですよ。もっと、高い座と視野と視点を持てる、そのタイミングがそれぞれの人によって違うけれども、一定経験とかいろんなものが必要なんです。そこで勝負しようっていうのが45なんです、世界で見ると。で、日本は平均年齢 48.6 歳の国家ですよ。まあ、そう考えると45は若手ですよね。だピンピンに、まだ社会課題の解決できるよねって今後メッセージが伝わる人たちっていうのは50代、60代かもしれない。だってライフシフトして90、100歳まで生きるんでしょ？僕今51なんですよね。で、僕は気力も体力も、僕は今が一番です。まだまだ僕は進化できると思う。で、いろんなところでも挑戦は最高のアンチエイジングですよってみんなに伝えてるんですけど、いや、僕は本当にそう思う。だって、自分が生きる理由をそれで見つけようとしてますから。生きるっていうことは社会や未来をアップデートすること。そのために生きるんだって自分で決めたから生きられるんですよね。で、そういう人たちは、もちろん20代、30代からも青たがいっぽく早く生まれるけど、僕はやっぱ人生経験を積んだ人たちの中から生まれると思う。で、それは別に起業家のみではない。それぞれのファンクションにおいて、ベテランは必要。で、さらに言えば、スタートアップって、早く成長しなければいけないんですよ。競争は激しい。全世代の一番優秀な人たちが集ってビッグゲームを起こすんですよ。そしてそれに対応できる人事システムも作らなければいけない。多様な人材、人事システムがないとリードできる企業にはならない。若い人たちだけで構成していくんだ。もちろんこれも競争戦略かもしれないけど、今のこの日本において、もしくは世界において、それは難しい。小さな会社を作るんだったら、少数精鋭でやろうと思うんだったらそれでいいかもしれないけど、そう、社会のインフラとなるようなリードする会社を作るためには、様々な年代、様々な能力、様々な価値観、それを持った人たちを集わせてでも、前に進める会社を作ろうとみんなしている。しなければいけない。で、そんな中で、いや、B2B の本当に大企業のエンタープライズセールスできますっていう人は、今やザ・モデルの SaaS だけじゃなくて、エンタープライズに特化した SaaS はめちゃくちゃ伸びてるんで、そんなところでご活躍いただける方は多分にあるんだというふうに私は思います。勝手に年齢とか、そういうことで自分の可能性に蓋をして、なんかもう自分には関係ないとか思う前に、なんか一歩踏み出してみたらって、本当にそう思いますね。ありがとうございます。じゃあ、清水さん、ちょっとここからですね、いただいている質問がたくさんあるので、そんな、皆さんからのご質問をいくつか、ピックアップしてみたいなというふうに思うんですけども、まあ、これはやっぱりみんな聞きたいよねって思うんですが、スタートアップに向いてる人、向いてない人、一言でっていうと、どんな感じでしょうか。一般論の言語で言えば、なんか挑戦できる人とか、主体的な人とか、いろんなその環境が揃ってなくても、それを環境の整備から含めて、我が事のように進められる人とかね、いろいろ言うわけですよ。
僕、このメッセージが嫌いなんですよ。なるほど。実は。これなぜかというと、過去の話であって、これから作る時代は変わると思っている。僕はスタートアップはオールインだと思ってて、前提がオールインなんですよ。今、日本って、スタートアップで働いている人たちの人数をちょっと僕らの中でリサーチしたんですけど、日本全国で見ると労働人口の中の 1% なんです。東京で見ると 7% なんです。でもアメリカのデータ見てください。新産業と既存産業が同数で争うんです、雇用を。それぐらい強力な社会システムに切り替えていく、産業に切り替えていく必要性があるから、前提は僕はオールインです。で、でも、清水さん残酷ですよと、それは。負ける人も、勝つ人も出ますよね、と。向く、向かない人が出ますよね。いや、向きま、あ、それは出ますよ。だって、東大でも序列があって。どこを、グロービス経営大学院を出ようとも、そこに強者と弱者は生まれるはずで。だから競争はある。でも日本って少子高齢化ですよ。特に若年を中心として労働力は全く足りない。職にあぶれますか？あぶれない。その人に生きる能力があれば、そして変われる意志があれば、しっかりと飯食える。だから前提は僕はオールインです。勝負してダメだったら大企業帰ってきなさい。ですね。はい。これ一番いいねがついている質問でしたけども、皆さんご理解いただけましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。次はですね、著書の中に、口説いて企業を後押しする人がいると書かれていましたが、清水さんは具体的にどのような視点で後押しする方を選ばれているんですかと。わかりました。はい。僕はちょっとこれ言葉が、綺麗な言葉じゃないんですけど、僕はこれは人たらしの人を口説いています。そこに、集う理由を作れる人です。もしか、これは、もしかすると、その人たらしの理由は、なんかこう、日本や世界をリードする何かの技術や研究をお持ちの方かもしれない。まあ、そういう方は、本当の意味での人たらしでないのであれば、COO に、いわゆるザ人たらしの人を組み合わせてって、事業を作る、組織を作ればいい。いや、さっきから話してますけど、ね、自らの言霊でミッション、ビジョン、バリューを語り、まあ、その人の生き様に、生きていく過程に、何かその課題解決に取り組める何かペインがあったとしたならば、そのペインに向き合った時にふさわしい人なんだったら、背中を押した方がいいですよ。あなたはそのペインに、長として取り組んだ方がいいって。僕はそういう人に、機会を提供したい。なぜならば、日本の教育、日本の親の教育からすれば、その人を長として産業を作る。そんな教育はされてないですから。だから僕は一人でも多くのリーダーの背中を押したい。そしてその人たちが勝ち抜く術は、今や国策としてその人を支えるための仕組みが、国家にあるんですから。自らだけで、民だけで勝負するっていう社会じゃないんですよ。産官学民が連携して、その人の未来を支える、国家の競争力まで引き上げていくって言ってくれてるんですから、やらずに、どうするリーダーは。と、私は思います。ありがとうございます。では次、これも非常に興味深い
あれだと思うんですけども、スタートアップバーサス、あえてバーサスって言いますけども、大企業の中の新規事業、こういう可能性もあるというふうに思うんですが、スタートアップということをあえて強調される清水さんのお考えのベースにはどんなことをお考えがあるんでしょうかと。わかりました。全く、大企業の新規事業を否定するものではありません。もちろん、大企業が生きていくためには、ポートフォリオを拡張していく中で、まあ、既存ビジネスだけでは、当然ながら、リスク分散もできませんから、新しいものを作っていくっていう経済活動はとても重要であるというふうに思っています。実際で、にあそれでこ、すよね。フォースタートアップスの中でも、大企業とベンチャーくっつけてオープンイノベーションを促進するみたいな、そういう事業もやってらっしゃいますもんね。はい。まさに日本のスタートアップの政策を進めていく上では、まあ、5カ年計画でも3本の柱、人、お金、オープンイノベーションって言ってるわけですから、で、さらに言えば大企業の中には人もいて、そこに知財もあって、そこに内部留保もたくさんあって、進めていかなければいけないと思うんですけど、まあ、ちょっとオープンイノベーション分野は、一つだけ僕ポイントがあるなと思ってて、こう会社の中においては、こうマネージャーってこうメンバーをこうね、育成したりするじゃないですか。あの世界に僕近いんじゃないかなと思ってるんですよ。じゃあ産業界においてマネージャーは大企業です。だから大企業はメンバーを育てるために育成しなきゃいけないんですよ。サポートしなきゃいけないんですよ。としたならば、僕は経産省とか内閣とか経団連とかいろんな人たちに話したいなと思い始めてるのは、まあ女性活躍のために役員どうするっていう話もあるじゃないですか。それと同じように、すべての会社にオープンイノベーション担当役員って作ってくれと。ってなると変わると思うんですよね。置かないと変わらないと思うんですよ。で、その上で大企業の新規事業における一つの課題を挙げると、もちろん、その新規事業は、そこにいる人や、ブランドとか、証券とか、いろんなもので、より早くグロースする可能性が、存分にあると思う、私は思うんです。一つだけ欠けてることがあるんです。それは、インセンティブなんですよね。スタートアップで、苦労しながら、同規模のものを作った人と、大企業の中で少しだけリードしながら、そのプロダクトや事業を作った人、結果的に、その人には何が長に返ってきますか？もしくはそこの中核メンバーに何が返ってきますか？って言ったときに、じゃあそこに大企業がストックオプション制度を設けて、経営陣よりもより高い報酬、資産を与えるおつもりがあるんだったら、僕はその新規事業という形態は成立するんだと思ってるんです。ただしこれが取れない場合は、じゃあ皆さんにこういうテーマが来るんですよ。もっと情報が氾濫し、もっとスタートアップがどんどん育成される社会になった時に、こういう事業に取り組んだら、あの人は、やりがいも経済合理性も経済合理性で見たときに給与報酬と株式報酬があって、株式報酬でこんだけ資産を形成したんだっていうのが当たり前のように情報が流れてくる。その中で自分は株も持たず、新規事業をこれだけ作って、じゃあこれは自分の何のメリットにつながったのかって、いつか帰らなければいけない時が来る。僕は多分ここは、一つは、インセンティブ制度の改定みたいなものが、大企業側にできたときに、なんか、社会システム変わると思うんですよ。なるほど。で、もちろん最近だと、私が MBO したときには、MBO 融資っていうものをメガバンクやってなかったんで、苦労したんですけど、今は MBO 融資制度っていうのが、いろいろ備わってきてます。で、さらに、大企業の経営陣もいろいろ考え始めたでしょ
抱え込むっていうのは 100% 社員、100% 新規事業でやるんではなくて、外部資金も入れてバリューアップした方がいい。その時にはインセンティブを加えた方がいい。その方が早く伸びるし、結果的に自分たちにも返ってくるものも大きいんだというふうに考えられる経営陣は今後増えていくというふうに思っています。ですので僕は一概に大企業新規事業反対派じゃないんです。条件がある。インセンティブ加えてくれる。それをディシジョンできる経営ボードが大企業側にないと進まない。これをどう作れるかは私も関わりながら変えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。これは私も聞いてみたい。学生時代の堀江さん、孫さんからどのような影響がありましたか？また今受けている影響とか、そんなことがあればぜひ教えてくださいと、こんなご質問が来てます。そうですね。もう私の40歳までは、影響は何だったかっていうと、関わりたくなかった。なぜならば、キラキラしている彼らと自分の帰りが凄すぎて、SNS で彼らの活躍を見たら疎ましいと思っていた。だって同じ机を並べてた人たちだから。でも彼らは努力したからなんですよ。挑戦したからなんですよ。自分は挑戦してないから、そしてさらに40歳の時は窓際族だったから、あまりの違いに関わりたくない。だってダボス会議行ってないっすもん。何社も上場させて個人資産数百億とかないっすもん。著名人とご飯食べたけど、彼らはあんなこと言ってるけど、俺はそう思わないんだよねって SNS 書き込めないですよ。普通の一般ピープルになっているとしたならば。だから僕は40歳までの自分は関わらないように生きていました。でもそれ以降変わります。そう、社会や未来を変えるためには関わった方がいい人たちなんですよね。もしくは少しでも近づかなければいけない。だって社会や未来を変えるための自らがアップデーターになるとしたならば、そう、自分、やっぱり彼らを見て、彼らと共に生きる、もしくは参考にする。そんな自分にどう成長できるのかって挑戦しないと、未来は変えられないんです。だから、全く違う捉え方をして、全く違う関わり方をし始めた。それが、今、僕は51歳ですけど、40以降の生き方につながってきています。ありがとうございます。今日は清水さんのお書きになられた本の中身、それから、VC の、スタートアップの現状みたいなことも含めていろいろお話をいただきましたが、最後に聞いてくださっている皆さんに、メッセージを一言いただけたらというふうに思います。すいません。レッドブルを飲みながらメッセージを出すと、なかなか音量が大きくなりすぎて申し訳ありませんでした。でも私は一貫していて、そう、私たちはどんな存在なのか、もうチャンスと可能性に溢れてます。そして、社会や未来を変える責任がある。で、積極的に撤退することもできる。でもその自分の可能性や社会がどうなってるかを知らないまま、挑戦もしない、課題解決もしないっていうのは僕は悪だと思っている。これが知らない悪。でも、知ったからにはどうする？一人でも多くのリーダーがここにおられるなら、私も必ず今ある社会、そして未来課題を解決しようって、万力で生きるつもりなので、共に未来を変えに行きたい。そう。社会課題は我が事のように思い、我が事として課題解決に向き合う。そんなリーダーが一人でも多く生まれることは、自分にとっても社会にとっても素晴らしいことだと思うので、そんなリーダーが生まれることを期待したいというふうに思っています。はい。ありがとうございました。熱い熱い、本当にスピーカーから出てくる音が割れるぐらいの
清水さんの熱のこもった今日のお話、皆さんもたくさんのことを感じてくださったのではないかなというふうに思います。セミナー形式なので、拍手の音は届きませんけども、皆さん、お手元で、盛大なる拍手を送って、清水さんにお礼をお伝えいただければというふうに思います。清水さん、本当に今日はありがとうございました。またこれからもよろしくありおがとうござ願いいいたまします。す。ありがとうございます。